一時代くらい誰でも名前を残せるよ。僕らでさえね。難しいのは永遠だ。永遠になるには伝説が必要。ゼロみたい。そう。あの子たちアイドリッシュセブンじゃないか。今はメッツォって言うんだっけ。いや、アイドリッシュセブンだ。そろそろ7人でデビューさせるだろう。分解させるにはあの7人もったいなさすぎる。向こうも俺たちに気づいたみたいな。驚いた顔して。天に天に天に天のことか。どうだろうね。後ろについてる2位はどういう意味だ。さあ、天に学にと数えようとしたんじゃないかな。つなし探偵、さすがの名推理。そんなわけあるか。天の知り合いじゃねえのか。お前のことすげえ見てるぞ。いいよ、行こう。おい、まだこっち見てる。完全に無視されていましたね。天に、俺と会いたくないのかな。お疲れさん。PV 撮影面白かったな。どんな風に仕上がるのか楽しみだね。あの、夜行きたいところがあるんだ。ちょっと行ってきていいかな。お、リクが部屋を出たぞ。あの様子からしてどこに行くか丸分かりでしたからね。わお、レディの部屋ですか。そりゃお前だ。兄貴のとこだろ。おう、感動の対面ですね。ですが、なぜ私たちこそこそストーキングしてますか。そりゃうちのセンターが心配だからさ。かわいい顔しておっかねえからな。九条さんの毒舌に叩き潰されて発作が出そうになったらタオルを投げて連れ帰りましょう。 OK、 私たちレスキューレンジャーです。天に、今部屋の中にいるんだろう。ドアを開けたくなかったらこのままでいいから。聞いて、俺アイドル目指してるんだ。今度デビューもできることになった。アイドリッシュセブンって言うんだよ。天兄に近づきたくて、天兄のことが知りたくて、自分で歌ってみようと思ったんだ。だけどまだ何にもわからないけど。なあ、天兄。天兄はどうして、あの時、家族を捨てて出てったの。家族を捨てて出てった。え？
違えた。あの人、部屋間違えてる？八乙女閣だ。誰の話だ？天のことか？お前、アイドリッシュセブンのセンターじゃねえか。八乙女閣。呼び捨てすんじゃねえ。すいません。あの、部屋を間違えて。さっき聞いたよ。お前、天の身内なのか？あいつ、全然自分のこと話さねえから。とりあえず入れよ。俺が今ですか？そんな。どうぞ。入ってった。おい、レスキューしますか？レスキューも何も、どっちかというと、いい人の対応だったからな。何やってるの？九条天。あ、ニューフェスで歌うの忘れたか。イオリ！くそ、弟を再起不能にしやがって。何？ダンスが下手なお兄さん。の反応がありません。緊急切開します。君、お医者さんごっこ好きだよね。なんでこんなところにいるの？偵察？いや、通りかかっただけ。もう戻るところだから。そう。おう、リク見捨てて OK ですか？これ以上犠牲者は増やせないだろう。じゃあな、九条、おやすみ。部屋、寄っていけば。え？君たちには言いたいことがある。あのグダグダのミューフェスト、プロとしての心構えについて。怖い。ルームサービス取ってあげるよ。その代わり、床に正座ね。ああ、嬉しくないです。